ました。いけてる。お、よかった。いけるよーん。もうちょっと明るくしよう。よし、いいねー。それでは今パラちゃん、今パラちゃん検索。今パラパラ、そうパラパラ。今カラカラ。あった。イエーイ。今パラありました。オッケー、青が眩しい。それな。それでは、よーい、スタート。来ました。結構いいよね、面白くない？やめて、そんな目で見つめないで。だってあなたには興味ないし、ごめん、この場からどこか消えて。あのね、男なんてノーサンキュー。私悪いけど一人がいい。両手あの振り付け懐かしい。ずっとずっとずっと夢見心地。今からからさあパラパラ、ママたち世代の今パラパラ、もうパラパラ。覚えているのよ、みんなで一緒に復活今パラ。ここがわからん。なぜパラパラ、記憶にないのに。今パラパラ、まだパラパラ。遺伝子レベルで勝手に動くの、ユーロなビートで時間を忘れる夜更けの今パラ。違う。違った。 B メロわからん。続いては。ポチッ。あった、ありましたよ。次の曲は難しい。じゃあグリーンフラッシュって難しくないですか、これ。頑張ります。頑張ります。
では聴いてください。片隅で一人泣くより人混みの中で泣きなよ。滲む街溢れる涙、喧騒は君に優しい。別れの日近づいたことくらい分かってたはずなのになぜつらい。本当は好きだったんだろう、恋だって認めなかったフィロー。強がっても心は丸見え、沈んだその声漏れる Love you。 傷ついてそう言いたくてもちゃんと強くなる。夕暮れが夜に変わる前に今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ遠回りもいいよね。明日いいことあるかもしれない。やがて消えても後悔の影は消えない。いつか見た古いフランス映画、その中で言っていたそれが。太陽が沈んでく瞬間、最後まで残る緑の光、それを見たら幸せになれる。なんだかいいよね、じゃあね、ミスユー。切なくてただ会いたくてずっと空を見る。夕暮れが夜に変わる前に今日の通る出来事すべて思い出す。明日持っていくことだけを選ぶんだ。もっとゆっくり歩いて帰ろう。難しい。この曲もすごい D メロが好きですよ、私。D メロ神です。涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ。辛くなるだけの恋のウイルスは洗い流してしまおう。失恋をしたその数だけ人は誰かと出会うんだ。その不安に負けないで Just get stronger。 夕暮れが夜に変わる前に今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ遠回りもいい。ありがとうございました。イエーイ。眩しい。よし。パチパチ、ありがとうございました。いいね、ラップがうまかったね今日は。それが幸せになれる緑の光。ラップはバリうまい。やった。うん、ありがとうございます。この曲はね、あのね、調べましたよ。このグリーンフラッシュっていうのはね、知ってますか皆さん。あのグリーンフラッシュっていうのはなんか太陽が2番のラップのところに歌詞に出てくるんですけどね、太陽がなんか沈む瞬間
そう、太陽がこう沈む瞬間はなんか太陽はいつも赤じゃないですか。そう、赤色の光がこうシューンと沈んでいくんですけど、なんかあの緑に見える瞬間があるらしいんですよ。1年に何回か分からんけど、そう珍しくね、そうこう沈んでいく瞬間が緑に見える、緑の光がヒューンとなってるように見えるような瞬間があるらしくて、それをその名の通りグリーンフラッシュ、緑の光、それを見た人は幸せになれるっていう。そう、幸せになれる一瞬だけある緑の光っていう意味らしいでございます。そう、このグリーンフラッシュっていうのはね、あのすごいジャケ写とかがすごくて、そうピヨーンってこう涙がねポロンって出てる感じのねジャケット写真なんですけども、失恋ソングですねこれは。そう、失恋ちゃんの曲でございまして、そうなんですよ。何 D メロがめっちゃいいよ。ね、涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ、辛くなるだけの恋のウイルスは洗い流してしまう。そう、失恋をした、その失恋をしたその数だけ、強くなれるんだ、その不安に負けないで、ジャスケストロンゲージャスケストロンガー、その不安に負けないで強くなれっていう意味でございます。すごい、いい曲。いい曲やぜ。ジャスゲジャストゲットストロンガージャスゲストロンガーストロンガーしか分からんけど、なんでジャストゲットがついたんですか。ストロンガーは強いっていう意味やけ、とりあえず強いっていうことかなって思った。その不安に負けないで強くなれっていう意味でしょ。この曲も深かったです、奥が。 D メロ良くない。涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ、オシャンティオシャンティだぜ。辛くなるだけの恋のウイルスは洗い流してしまう。どんだけいい歌詞やねん。解説おもろい。そう、嬉しい。強くなるんだっていう意味でしょ。その不安に負けないで Just get stronger。 テレレレンテレレレン、夕暮れが夜に変わる前に今日のその悲しみは置いてゆこう。そう、夕暮れが夜に変わる前にそのね失恋した悲しみは置いて明日を生きるんだっていう意味です。いい曲です。そこで曲も大好き。よきまる、すごいいい曲に出会いました私。やったー、よき、ありがとうございます。またなんか解説したいね、曲の解説みたいな。なんか前やったかな、ディアジェでなんかやった気がする。この曲はディアジェでなんかやったよね。このディアジェに出てくるこの男はやった気がする。またやろう。イエーイ、曲の解説やりたいな。なんかアリサの解説あったか分からんけど、自分、人には人のね解釈があるよね。解釈し合おうよみんなで。イエーイ。ノーウェーマー、ノーウェーマー、 D メロだけやったね。 D メロD メロのレッドオーシャンとブルーオーシャンでしょ。解釈たくさん聞け、そう、嬉しい、頑張ろうっと。曲の解釈配信でお知らせしようか。イエーイ。でで ん, でででん、ではでは、キャッチフレーズをいきたいと思います。アリちゃん推しになるのはアリーアリーアリサゴーシコー。はい、ありがとうございます。中学3年生のアリちゃんことミニオシアリサです。イエーイ。
イエーイ、出航ありがとうございます。イエーイ。北川賢治の解釈、あれ確かに、なんで北川賢治になったんやろ。あれは北川賢治だ。なんで北川賢治さん使ったの名前を使ったんかな、気になるわ。確かに調べよう。それではスペシャルギフトを読みたいと思います。チャピチャピさん、みゃんこ先生、アムちゃん、ナズちゃん、サイモンさん、ネイビームくん、ケンツーさん、ヤスベイさん、ひとりごとさん、さすらい旅人、マーくん、やばい、落ちる、落ちる、母さん、しゅんちゃん、さすらい旅人、マーくん、お、いっぱいだ、ギフトがすごい、すごいだ、ももかちゃん、こもちん、サイモンさん、スパさん、相馬さん、イサムさん、しゅんちゃん、平次さん、くりちゃん、母さん、ひとりごとさん、やすべさん、ありがとうございます。ギフトがいっぱいだ。ではランキングいきますね。ランキング13位、かんちゃん、12位もときちゃん、11位なずちゃん、10位ひげのまささん、9位ティガー、8位塩こうじさん、7位ひとりごとさん、6位サイモンさん、5位キズナックさん、4位アムちゃん、3位シンシンマルさん、2位ネイビームくん、1位はやすべさんです。ありがとうございます。イエーイ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 、ありがとうございます。ギリ85位、表面張力ギリギリパチパチ、ありがとうございました。イエイコメントコメント、 OK。 なんかやっぱスマホにしたら一気に画面が小さくなる。そう、なんかね、タブレットだったらねこんぐらいなんですけど、コメントがスマホになったらこんぐらいになる。タブレットこんぐらい、スマホこんぐらいみたいな。全然ちゃうやんけ。シュキメロー、シュキメロー、イエイ。ありがとうございました。今日も配信を見に来てくださって、今日はあのご飯が7時に炊けたので7時半から配信をしたんですけど、本当にありがとうございました。そう、最近もう今日は私はすんごく一人でお家で過ごしておりましたが、そうね、明日は何のことかな。明日はね、あのイメチェンあります。明日はイメチェンしてきます。イエーイ、明日はイメチェンしてきます。皆さん明日も頑張ってください。お仕事の皆さんは明日も頑張ってください。イエーイ、ガッツポーズ。明日も頑張ってください。イメチェン、そうイメチェンしてくるのでお楽しみに。ピース、おーい、よろしくお願いいたします。コロナに負けるな。そんな、しかもね、やばいよ、山口県でなんか一人出たって言ってた、ニュースの人が。そう、初の中国地方、やばい、お隣の県。広島はまだ出てないから最強説。ピース。やばくない？気をつけましょう、皆さんも。明日もお元気で過ごせますようにお祈りします。それでは、また明日。バイチャラポーイ、また明日です。ありがとうございました。バイバーイ。ニェースピ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 ース、バイバーイ、おやすみにおし、バイビー、バイビーの、また明日ね、バイバーイ。おやすみなしー。